近日シカゴ・カブスとアトランタ・ブレーブスの野球試合で日本のファンは2人の日本人選手の活躍を目撃しました30歳の新人投手今江翔太選手は13日日本時間14日に先発投手を務めました一方29歳の外野手鈴木誠也選手も先発出場し右翼手でプレーしました今久し投手は1回表を力強くスタートし 1>, 1安打と2四球を与えましたが無失点に抑えました相手打線の猛攻を受けながらもブレイブスに得点のチャンスを与えませんでした一方鈴木選手は2試合ぶりの初安打を放ちライト全ヒットを打ちましたしかしこのヒットは得点には繋がりませんでした今久志投手はその後も好調を維持し三打者連続で空振り三振を奪いましたブレイブスのオジーアルピエス選手は 今、久差投手から内角ストレートを受けましたが、一塁手の好守備によって救われました。しかし、ブレイブスは満塁でロナルド・アクーニャ・ジュニア選手が支給を受け、マット・オルソン選手も今、久差し投手のミスに乗じて安打を放ち、得点チャンスを得ました。このヒットでブレイブスは2、3塁にランナーを置きました。しかし、今、久差投手はその後冷静さを取り戻し、三振でイニングを締め、ブレイブスに得点を与えませんでした。 大ピンチを脱出し相手打線の猛攻をしのぎましたハーンは今久しの優れたコントロールを称賛しており特に最近の口頭には感銘を受けています近年彼はドジャース打線を封じ込めることに成功しておりブレイブスのような強力な打線も抑えることができると期待されていますこのコントロールによりカブスはチャレンジを成功させることができ 今、久志が3試合連続で同様の動きを成功させたのは、これが初めてではないと言われています。今年のメジャーリーグベースボール MLB シーズン、今江翔太は専門家とファンの間で大きな注目を集めています。5月7日に行われた最新の試合で、現在4位の今江翔太は素晴らしいパフォーマンスを披露し、7回無失点でチームを勝利に導きました。 era 防御率が108という驚異的な数字で今久しは両リーグでトップに立っておりこれはどの投手にとっても賞賛に値する偉業です一方若手投手として期待される山本明も先日の本拠地での試合で好投を見せました山本は2000年以来ドジャースの新記録となる199連続無安打を達成しました彼はその試合で8回を投げ チームを4対2の勝利に導き、今シーズン4勝目を挙げました。この2人の投手は、優れた投球技術で MLB に完璧に適応していることを示しました。今、久しは、時速92マイル約148キロの速球と、相手打線を翻弄するスプリットボールで知られています。山本も負けず劣らずの活躍で、不本意なデビューにもかかわらず、ドジャースのトップピッチャーの一人としての地位を確立しました。 彼らの勝利と優れた業績は、契約価値を高めるだけでなく、チーム全体の成功にも貢献しています。これは、日本からの高品質な選手への投資が非常に価値があることを証明しています。このようなパフォーマンスは、個人の知名度を高めるだけでなく、MLB の国際的なイメージを促進し、世界中の野球ファンの注目と称賛を集めています。ご視聴いただきありがとうございました。 コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。